こういうテクニックは古くからの人に嫌われがちで、ガラゴロデミあります、ナトリウムローデミあります、こんな小手先のテクニックやるんじゃない、ここからパリッとした感じになってくる、はい、もしかすると失敗するかもしれない、はい、どちらにしてもいい経験になると思います。そうですね、はい。皆さんこんにちは、山本由伸です。武田パターンの大会も迫ってきたということで、はい、デッサンナトリウムローディング中、はい、水分塩分大量にとっていますが、体調の方はいかがでしょうか。体調はこれが面白いもので、トレーニング中のだるさが全く感じなくなったりとか、日中からもうどんどん汗が出たりというので、逆になんか元気になったのかなという錯覚を感じているんですけども、おしっこの量に関してはツイッターでもちょっと何回か投稿させてたんですけども、あの本当に悲鳴を上げたくなるぐらい止まらない状態がずっと続いているというのが今現状です。尿がバンバン出る状態というのは、はい、それだけ今ですね、アルドステロンが抑えられている状態、うん、つまり今体に水分を貯めようとする能力がどんどんなくなってですね、水分を出そうとする能力がとても高まっている状態となります、うん、で体調が良くなったというのは、おそらくこれまで水分塩分足りてなかった可能性がありますので、まあ、この現在の塩分量ももしかしたらちょうどいいのかもしれないですね。でこの状態を少しキープして、はい、さらにちゃんと水を抜いていけば、うん、パリッとした仕上がりになってくるかなと思います。水分の蓄積がどのぐらい今起こったかというと、最後の収録をさせていただいた夜に塩を一旦お味噌汁3杯でやって、それであの汗がすごく日中から出るようになったので、すぐに先生に報告をして、これが味噌汁ご飯にすぐに変わって、で今は現状言うともっと増えていて、だいたい1日2回こう1リットルぐらいのお水にお味噌汁を4杯分ずつぐらい、まずだからお味噌汁だけで今8杯分ぐらいは飲んでいて、さすがに体重がなので、日中は70.5 とかで水がない状態、塩が抜けてる状態だといくのが74とか、ずっと出ては飲んで出ては飲んでを繰り返して、水飲むのを一旦止めて寝て、おしっこだけ行ってお水飲まずにそのまままたベッドに戻ってやると、次の日の朝で 70.5 までは戻らないんですけど、 71.5 から72ぐらいまで一気にストンと落ちるというのをずっと繰り返しています。水でプラス 3.5 キロぐらいになっているということなんですけれども、はい、ここから本格的に水抜きを行うと、おそらくですね70キロ切るぐらいになるのではないかなと思います、まあ、今ちょっとむくんでる感じ、はい、パッと見でするかもしれませんけれども、うん、ここからパリッとした感じになってくると思います、はい、もしかすると失敗するかもしれないんですけれども、はい、どちらにしてもいい経験になると思います。そうですね、はい、ナトリウムローディングとウォーターローディングもやってるんだっていうと、それって何ですかとか、何の意味があるんですか、大会前なのにカットも消えちゃうじゃないですかとかっていうのがあるんですよ。ナトリウムローディングをやる意味とか、その目的っていうのをもう一度先生からお伺いできればと思うんですけど、そうですね、ナトリウムローディング、これは塩を、まあ、取るということではあるんですけれども、はいはい、目的としては水分を抜くことなんですね、うん、で、まあ、このようなカーボローディングもそうですし、ナトリウムローディングもそうなんですけれども、こういうテクニックは結構ですね、古くからの人に嫌われがちで、まあ、カーボローディングやります、ナトリウムローディングやりますというようなことを言うと、そんな小手先のテクニックやるんじゃないみたいなことを絶対、まあ、言う人はいると思うんですけれども、それもですね一面では正しい、本当はまあそういうことなしても完全に仕上がって水が抜けるような状態になってればいいんですけれども、でも人間の体って本当に面白いものですね。カーボ入れれば張りますし、ナトリウムローディングをやれば水が通常よりもうまく抜ける、100の状態を105に持っていきたいというようなことが実際にできますので、そのようなことができるのであれば、実際にぜひやっていただきたいというような思いがあります。でナトリウムローディングというのは、まず塩分を多めに取る、はい、そして水分も多めに取る、そうすると水分塩分を出そうとする能力が高まる、まあ、具体的にはアルドステロンという、まあ、副腎のホルモンがあってですね、これが水分と塩分を貯めようとするんですけれども、そのホルモンが減ってくるんですね。そうすると水分と塩分を出そうとする能力が高まる、その状態で水分と塩分をあまり取らなくする、そうすると出す能力だけ高まって体内にある水と塩分が抜けてくると
というような流れになります。ただ失敗するとですね、逆にまあこの能力が高まっていないのに水分と塩分をカットするとうまくいかないことになったりしますので、このあたりはいろいろ試して自分にとってどのような方法がうまく反応してくるのか、何時間ぐらいで水が抜けてくるのかというようなことを試しておく必要があるということになります。具体的には水は飲めるだけ飲む、まあ、飲めるだけ飲むといっても人によってかなり個人差があると思うんですけれども、武田さんの場合はまあ8リットルぐらいを目標に飲むということになってですね、はい、そして塩分の方は普段の2割から3割増し、これで十分です。ただ実際に2割から3割増しにしてすごく体調が良くなったということは、普段からちょっと塩分が足りてなかった、まあ、特に最近結構暑くなってきてですね、発汗が増えますから塩分がちょっと足りてなかった可能性もあるかもしれない。でそのような場合はもうちょっと塩分増やしても、まあ、2割から3割と言わず4割5割ぐらい増やしても大丈夫。まあ、塩分増やすっていうとですね、まあ、体に悪いんじゃないかっていうような質問があると思いますけれども、本当にもう大会前の限られた時期ですし、水もいっぱい飲んでいればそんなに特に問題はないということがありますので、このナトリウムローディング大会前の水抜きもうまくやってみたいという方は試してみる価値はあると思います。武田パタンのコンテストが5月3日、この収録しているのが4月28日ということになるんですけれども、はい、もう少しこの水、はい、塩分多めに取るのは続けていきます。で、じゃあどこでカットしていくかなんですけれども、はい、5月3日のですね、舞台に上がるのは大体お昼ぐらいって考えています。おそらくそうですよね。大体48時間前から塩分を減らしていきます。はい、まあ、ですので5月1日のお昼ぐらいまでは塩分今までの通りとって、はい、それからは控えていきます、はい、ただここで大事なのはゼロにはしないということです、うん、塩分が完全にゼロになってしまいますともう逆に水が抜けすぎてしまって、はい、パンプしないというような問題がなって、起こってしまいます、はい、血液が減ってしまうんですね、うん、水が抜けすぎると逆に血液が減ってパンプしないというような問題も起こりますので、塩分は大量に取っていたのを元に戻すっていう感じです。うん、それも日曜日から、はい、そして水分制限は当日の朝からで十分です。おこれがですね、水分制限塩分制限あまり早くやってると全てが元通りになっちゃいます、うん、せっかくアルドステロン減らしたのにあんまり早く水分と塩分を制限してしまうと元通りにまた戻っちゃう、はい、何やってたのか分からなくなる。塩分は48時間前、はい、水分は当日の朝から控える。ただし朝からと控えるといってもゼロにはしない、はい、塩分は元に戻す、はい、水分は控えるだけ、うん、そのようにするとちょうどいい感じに水と、塩分が抜けてですね、はい、パリッとした感じに仕上がってくると思います。はい、どのぐらいの水を挟むのか、多分この後もすごく不安になるとこなんですけど、ちょっと口を示すぐらい、うん、おそらくあの48時間前から塩分を減らしてですね、はい、で当日水を控えると、うん、当日のまあ朝、はい、まあ、起きてお昼舞台に立つまでの間にちょっと喉も乾いてくると思います。そうですね、はい、喉が乾いてくるのでそこでちょっと口を示すぐらい、うん、すごい喉が乾いた状態で舞台には上がらないようにします。ちょっと口を閉めして、まあ、この時には熱いコーヒーとか少しずつ飲むようにするといいんですけれども、そうしますとパンプもちゃんとして水がうまく抜けた状態、バリッとした状態になると思います。実際に日課の日やってみたいと思います。はい、というわけで今回5月3日、はい、武田パタンのコンテストに向けてのナトリウムローディングのやり方についてお話しいたしました。はい、ぜひですね、当日仕上がりを皆さん応援に確認に来ていただければと思います。はい、はい、今回の動画面白かった、興味を持った、そういう方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。